ただいまより本日の第7試合スーパーファイトアンダー60キロファイトを行います。アゴナー171センチ、 59.7キログラム、 日本北斗会館、小宮山浩介。 K1 60キロ級に新たな風をと、北斗会館小宮山浩介29歳。アガコーナー172センチ、 60キログラム、 中国大東証クラブ CFP、 ユンチー。中国から新たな風をと、ユンチー20歳です。172センチ、20歳と書いてユンチー、対して171センチ、小宮山浩介。アンダー60キロ、3ラウンド延長1ラウンド3ノックダウン制です。さて中村さん、はい、浦部博隆欠場というのがありましたけれども、はい、ユンチーとこれまた未知の存在やってきましたね。そうですね、まあ、でも今中国の立ち技の格闘技のレベルってものすごく上がっているんで、はい、その中からこう選ばれた選手という意味では、まあね、セルジオ・ビルセに勝ったというのもありますけど、まあ、この選手も必ず、ね、あのこの K1 ルールでも、ね、強さを発揮してくれると思いますね。そうですね。さて解説は中村匠さん、そして正人さん、 K1 公式サポーターの関根勤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今第1ラウンドバックスピンから入りました小宮山です。これが関根さん、はい、楽しみだったわけですね。もうね、小宮山選手はね、もう何とか試合見たんですけども、はい、スピードとねテクニック、もう面白い選手ですよ。やっぱりその華麗に倒すというところスローガンにしていますが、ユンチーも来ますね。飛び上がって2段蹴り。中村さん、中国といえば、はい、その中国武術サンダーベースというファイターが多かったわけなんですけれども、ね、ユンチームもサンダーじゃないんですけど、結構みんなこう体が頑丈でこうパンチでガツガツいく選手が今中国のファイターって全体的に増えてるんですよね、はい。まあ、ユンチームもそういうタイプだ、あ、試合映像見てもそういうタイプだったんで、はい、あの、まあ、今までの中国人のファイターとイメージ違うファイターと思って見てもらっていいと思いますね、はい。いや、その最中にも小宮山がスイッチして入ってきます。正人さん、出だしですけれどもね、はい、特にユンチ気になります。そうですね、まあ、今お互い距離の探り合いですね、はい。実は僕先週あのブリンフージムに行ってきたんですけど、はい、もうあの格闘技の学校なんですよねっていう感じなんですよね。もうみんな住み込みで住んでいて、あのユンチは10歳からそこに入ったという情報があるんですがね、もうトレーニングするには最高の環境ですね。そうですか、もうエリートがそこに集まってくるということなんでしょうかね。そうだと思いますね、あれだけの練習環境があれば、はい。おー、左、不意をつくような左のパンチです。小宮山、ちょっと変則的なパンチですね。これはどうですか、正人さん、ユンチ見えていませんか。まあまあまあ見えてはいましたけど、はい、ただやりにくいですよね、キックボクシングじゃないね、空手スタイルなんで、はい、遠い距離から来るっていう、それをあくまで通して、今あれですよね、はい、何蹴りって言うんでしたっけ、三日月蹴り、三日月蹴り、はい、今流行ってますよ ね、 そうですね、格闘技業界、はい、ね、もうここ数年たくさんのファイターがそれで KO まで見せています。さてユンチーの方なんですが、パンチとキックのコンビネーションが得意、全身力があるという20歳です。対しては小宮山、こうして腕を少し下げるようなところから、はい、今左手前にします、うん、もうあのユンチーからしたら遠いですよ、はい、小宮山選手抜群の距離ですね、やりづらい、そんな中でユンチー前に前に出る力、マサトさんちょっとこれ意表を突かれました。やっぱり遠い距離だと左のダブルをついていって距離を縮めて打つっていう、まさにあのセオリーと通りの、はい、で今倒れた後に膝蹴り入ったんですよね、はい、危ない、ダメージあると思いますよ。これは心配です。残りあと25秒あります。第1ラウンド3ノックダウン制ですが、ホールディングはいけないと口頭注意があります。小宮山に対して、でもこういうこうでちゃんとした技術からこういう感じでターン取るってやっぱ中国の選手強いですよね。そうですね、もう今大きなリング増えてきたという国内ですが、恐ろしいファイターがまた一人、ストレート、あ、聞いてる、うん、危ない小宮山、あの距離が遠いんだけど、あ、光るチャーラーがいないの、今は今は今ダメージありますよ小宮山、スイッチして小宮山が抜群の距離感を取っていると思ったんですけど、はい、ユンチーがうまく左のダブルトリプルついて距離縮めるんですよね、はい、いや何かそれが触覚のような動きを、あれで距離測ってて自分の距離に入ったら右ストレート、ドンピシャで入りましたね。第1ラウンドが終了しています。とにかくこれですね、関根さんに見ていただきましょう。うわ、膝もトリプルでいきましたもんね、はい、ジャブ、はい、追い足早いですね。いや本当にあの遠い距離にはやっぱああやってジャブのダブルとかで距離を縮めると本当に
いいんですよね。エア構想しましたね。小宮山は中村さん、はい、まず第1ラウンドビハインドとなりました。そうですね、ちょっと距離もねうまく取れてていいペースかなと思ってたところでああいう一発食らって、あの後のちょっとなんかダメージあるんじゃないかなっていうのはちょっと動きだったんで、はい、そんだけこうこのインターバルで持ち直して、はい、かなと思いますね。まあ、セロも小宮山さんの蹴り技使えばねパンチもらうことないと思うんで、ここからリセットですね。そうですね、あと今まっすぐ下がっちゃってるんで、まっすぐ下がっちゃいけないですよね。さあ第1ラウンドにダウンを奪われています小宮山康介。小宮山からしたら当たらない距離だろうっていう計算はあったと思いますよね。なのに伸びてくるユンチーのパンチ、ダブルトリプルってくると思ってなかったんですよね、はい、あ今も来ますね。マサトさん、迎撃には小宮山何がありますか。まあ、だから本当ああいう下がるんじゃなくまっすぐ下がるんじゃなくて、ま、回った方がいいですよね。はい、今は打ち合いになりそうに、さらにバックスピンキックから左腹部への蹴り、ハイキック。小宮山選手蹴りすごくいいんで蹴っていった方がいいですね、はい、こうやってこのミドル、うん、そしてローからスイッチです。あと小宮山選手の顔面前蹴りとかもうまいんで、はいはい、パンチの中でねいきなり、うん、小宮山の方も顎へのパンチ、うん、まあでも今ユンチがクリンチギアンチを油断しましたよね。やっぱり試合中は少しちょっとでも油断しちゃダメですからね。はい、これは口頭注意一つ、小宮山に対して与えられましたブレイクの後の攻撃ということでしたが、それでもユンチーも油断してはいけないというそんなリング上極限状態です。最初の1分が過ぎました。前蹴り今出ましたね、この蹴り得意の前蹴りですね、はい、代名詞とも言える蹴り、うん、そうですね。おこのパンチもワンツーも強いユンチートリプルで見せてくる左、まっすぐ下がってはいけないというのは正人さんです。関根さん、ここまでどうですか。あ、小宮山選手ね、蹴りがいいですよね、はい、もっとどんどん蹴っていってほしいですよね。これよりもさらに、はい、今も変則できましたよね。左の前蹴り、腹部へ、そしてローキック、いや、ミドルキックの軌道です。いいですよね、蹴り、はい、三日月蹴りで放ってまいります、あれを効かせてこうハイキックとかを狙うんじゃないですか、小宮山選手は。やはりそれで集中力、はい、そうですね、そがせてという攻撃でしょう。あ、どうでしょう、ユンチーがまた頭当たったんですね、はい、バッティング顔をしかめました。でもやっぱ気持ちの強い選手ですね、あんまり痛がらないですからね、はい、そうですね。右フック、あーガードの上からでもという小宮山、パンチできたか。このパンチの打ち合いだとユンチーも望むところなんじゃないですか。打ち合いになるとまたそうかもしれませんね、はい、あ左リードジャブも距離があるところから速度をつけてという小宮山、バックスピンキック巻き込むような蹴り、距離を縮めてくるユンチー。この辺りも危険な匂いがプンプンします。左フック、今は右手を前にしている小宮山、変えます、左手前に、左リードジャブから追いかけるミドルキックを食らってもユンチー前進してくる。時間がなくなってまいります。この間合いなども正人さん気になるんですけれどもね。そうですね、まあ、おお右蹴り足を捉えての攻撃はいけません。小宮山ともに新生 K1 初陣、ミドルキックで飛び込んできたユンチーです。第2ラウンド終了。さあ正人さんにこのラウンドを振り返っていただきましょう。ユンチー選手強いですね。強い、はい、まあ、小宮山選手もうちょっと蹴りを蹴りからパンチに行きたいところですよね、はい、いきなりパンチで行くとなかなか当たらないかな。あの第2ラウンドでもまだ蹴りの数が先手としては足りませんでしたが、もっと蹴るともっとやりやすくなると思うんですよね、はい、小宮山選手は。ということは中村さん、はい、もう自分のフィールドで戦えばというふうにも感じられますよね、小宮山。そうですね、まあ、1ラウンドに比べれば小宮山選手自分の動きが出せるようになってきているとは思うので、あとそれを3ラウンドで、ね、まだまだダウン取られているので、はい、常に挽回しないといけないラウンドですね、次で。そうですね、なんといってもワンダウンあります。第1ラウンドに喫したのがこちら小宮山康介、待望の K1 です。でも本当に60キロ、中国選手って昔はそんな強い選手いなかったですけど、レベルが上がってきますね。もう随分様変わりしましたよ ね、そこから世界に日本の K1 にとくるんですが、小宮山のパンチ、カウンターで入ったような、カウンターで左フック、さらに右ストレート、完全に今度は自分がとパンチで用意した、ユーチーム返す、気持ち強いな。
気持ち、そして拳。そうですね、小宮山選手はああなってもやっぱ蹴るの忘れちゃダメですよ、はい、やはり必ずその空手土台、自分の蹴りはという小宮山康介です。でもユンチューの左打ち合いになってる、そうですね、それでも打ち合い、マサノさん、小宮山来ましたね。小宮山来ましたね。いや、もちろんダウン取り返したいっていうのはもちろん、はい、バックスピンもある、蹴りは忘れないと小宮山、拳の強化にも努めてまいりました。この蹴りはあったかい、今の勝利に、今右カウンターで小宮山回ったんじゃないかなって。ユンチーのパンチ、まあ、かすったぐらいですかね、はい、いやでもかすっても強い、でもユンチーも目いいな、打ち合いに自信持ってますよ。そうですか、打ち合いましたよね、はい、うん、右思いっきり振ると思いますよ、また打ち合いになったら来ますね、まだおそらく打ち合いの時のユンチーのパンチがコンパクトに打つんですよね、はい、まあだけど、まあでもこの打ち合いは小宮山がちょっと有利かなっていう気もしますね、はい、小宮山は打ち合ってもちょっと打ち勝ってますね、ダウン取った、取り返したいですよね。そうですよね、いや関根さん完全に火つきましたね、いいですね、ナイス、左左リードジャブ早い、あいいストレパンチ、そこから蹴りも混ぜて、はい、下がりながら右アッパー、いや相手が飛び込む左から右ならば、小宮山も返してきます。康介コール、代々木に鳴り響く、ミドルキックから、それでもユンチーは下がりません。いや中村さん、でも面白くなりましたね、はい、そうですね、ああ打ち合いだ、ユンチーはコンパクトに、なんか小宮山選手もなんか乗ってこう、なんか熱く戦ってる感じしますよね、うん、はい、そうですね、あバックスピン一つ出しました、ここで間合いを詰めようとするユンチー、小宮山膝、左の膝から離れて右フック、口を開いて呼吸していますが、右が当たる、この離れ際、小宮山ハイキック出したいな、ここ、この離れ際に上段の蹴り、ええ、うわこれもう、いや関根さんも小宮山もハイの領域かもしれませんね、どっちだこれ、わからない、ユンチーのパンチ、小宮山もテンプルへ、アッパーへ、さらに続ける、打って左、回ります、回ります、あ追撃のユンチー、残りが間もなく、おお、ちょっと効いたな、顔面が流れた小宮山、どちらの、どちらの前蹴り、ここで得意の前蹴り、ようやくビッグヒットです、小宮山、どちらだ、二段蹴りはユンチー、ここで試合終了です。いや第3ラウンドは関根さん、ほとんどノンストップの打ち合いでしたね。小宮山康介選手ね、出たんですけどね、あのユンチーはしぶといですね。そうですね、頑丈だわ、はい、心の方も頑丈、そんなファイター、注目からやってきましたが、ユンチーはこの試合に向けて1週間ちょっとしか調整する時間なかったんじゃないですか、はい、もうスクランブル発進ですからね。そうですよね、いやそれにしてもまた恐ろしい男がやってきました。さあダウンを一つ第一ラウンドに奪っているのがユンチー、判定に全ては委ねられます。初期結果のお知らせです。3ラウンド延長1ラウンドの一戦、ジャッジ芹澤29対27、赤ユンチー、ユンチー一票、ジャッジ三浦28対28、ドロー、2人目はドローです。さあ3人目、ジャッジ勝本29対28、赤ユンチー、ユンチー2対0、ユンチー選手参戦の希望に燃える小宮山康介を判定で下しています、2対0、なかなかまた60キロ級で、ね、また新しい強い選手出てきましたね、またまたですね、いやなかなか60キロも激戦な階級になってきますね。あつい今日は65キロ世界最強決まりますが、マサトさん、ぜひこれ彼のストロングポイント、分かれ目など教えてください。いやもうやっぱボクシングテクニックが高いですよね、はい、やっぱりそのあの遠い距離をどう攻略するかなっていうのが、はい、左のダブルトリプルついてからの右ストレートなんて、まあ、やっぱあのレベルが高くないとできないですからね。で、まあ、もちろんあの準備期間も短かった中でこれだけの試合ができるっていうのは、いやそうですね、
関根さん、はい、本当に中国も恐ろしい大国になってきましたね。そうですね、もう世界から強豪が集まるようになりましたよね、はい、ただまあ小宮山浩介選手ね、やっぱり小宮山ここにありっていうのはちょっと3ラウンド見せてくれましたよね。そうですね、打ち合いの中で、中村さんちょっとすまなかったという表情も見せてます ね、はい、すね。まあやっぱりね、 K1 がそれだけね、レベルの高いこう厳しい舞台だっていうのをね、改めて感じたと思うんで、ここからね、はい、小宮山選手のまた再浮上、はい、まあ、期待したいと思いますね。まだ見たいファイターですよね。はい、もちろんですね、はい、選手会場。いや、しかしそんな空手ベースの初参戦、小宮山浩介を下しました。もちろんこちらも初参戦だったんですが、中国ユン・ジー、まだ20歳です。